分からん。猫か。猫。勢いで来たけど、回れるか。ああ、これあと車が潰れてる。車がもう一台ある。よしけど、霧とか出てるからな。中にどんな兵器が入ってんだろうね。うん、この中でボス戦かもよ。おお、大丈夫かよ。え、もしかして行き止まり。いやー、これもうダメだな。戻るしかないって。まさにバイオハザードって感じだね。うん、うん、俺が消えたらどうする？俺が消えたらどうする？怖い。え？なんか中にクワがあるんだ。入っていくなんてことかな。最初はこれで戦いってこと。あ、これで戦いってことか。逆に。うん、最初はこれで戦う。あ、これでミヤと戦うわけだ。それに誰も住んでねえよな。結構広いね。うん、でもこれなんか木の倒し方が不自然だよね。うん、今なんか飛んでたな。コウモリ、幽霊か。この木って最近倒れたのかな、それとも倒したのかな。ケットラの跡があるってこと。そのケットラの人が。いや、あのケットラ絶対動かないからね。うん、あんなぺちゃんこになってるんだから。ぺちゃん大丈夫？うん、大丈夫だぞ。一人ずつちょっとずつ進む。ちょっと大事なところに刺さりそうになったね。もうちょっと後ろを通ればよかったんだ。
とそこ見て。釘がどこにあるかわからんけどな。洗濯物が干したままだしね。鏡がある。鏡と、あとなんかあの世の絵があるな。少女。いや、少女じゃない。多分。なんか、仏教の絵だね。お釈迦様とか、そんな感じかな。ああ。仏壇もそのまま。いや、これはもう入れないな。だってこれいつ倒壊してもおかしくないからね。うん、こんなに腐りきって。カレンダーいつのだろうね。分からんな。帰ってからでっかい画面で見れば分かるかもしれないけど、このカレンダー何年のものなのか。なんかウェットティッシュがいっぱいあるな。除菌とかパンパスだったのかな。あー、老介護。うん、なんか沖縄のシーザーライオンみたいのがある。これ以上行けないかな。ちょっとそこにいて。うん、俺がいなくなったらどうする？どうする？いやだ。超怖いよね。怖い。ちょっとね、通れるかどうか見てくる。これでさ、人が住んでたらどうするよ。うん、逆に怖いよ、もっと怖いよ。え、うん、もちろん。なんとなくここトイレっぽいよね。あ、飛び出してるところ。うん、うん、見て、ゴキブリがいた。しかもめっちゃいっぱいいる。大丈夫？落ちない？
左後ろ。回転レーン落ちた。大丈夫？ああ、落ちちゃった。お前が落ちるな。うーん、落ちるかもしれない。落ちる？落ちない？落ちない？落ちない。ちょっと落ちる前に言えよ。うん。困ったな、これ相当苦戦するぞ。落ちる。このカーブはすごいな。てかさ、これ俺たち今日帰れるかよ。このカーブ曲がれるか。え、落ちる？うん。困ったな。俺の車はここまでか。どうしよう。まずいな、どう頑張っても落ちる感じだな。お、もう大丈夫か？これで大丈夫かな？うん。お、帰れそうか。やっと曲がれた。ここはひどいね。うん、ひどいな。うん。大丈夫か？大丈夫か？落ちるんだ。車ともかくとしてどこか確認するやつが落ちたという、うん、いや そこまで下まで落ちてないでしょ。全部落ちた。全部落ちた、うん、スポッ
大変だったね、ふーちゃん。うん。チャンスポート落ちちゃった。うん。結構高さ。うん、まあまあ、深いしね。うん。ちょっとどうなるかと思って。ここでバックすらいいんで。またカーブか。左見ててね。うん。右は結構高い崖だからね。うん。左大丈夫？左大丈夫。あの黒、最初の猫が死亡フラグだったかよ。うん。てかあの猫どこに行ったんだろうね。山奥へと帰って。あの家に住んでた猫なのかな。大丈夫ね。大丈夫、まだ大丈夫。まだ俺車ごと落ちないよな。大丈夫。よし。うまい。どう？ちょっともう30年くらい運転してるからな。うん。ん？ネズミだね。ネズミか今。うん。なんで猫がまたいるんだ。さっきの猫かな。さっきの猫っぽい。こっちに来いって言ってんのかな。そういうの来るなって言ってんのかな。さっきと違う山道なのにね。うん。結構いなくなった。住んでんのかな。住んでないんだ。ゆうがこいがそのままだもん。
猫どこ行ったんかな。何の音？冬が越えて知ってる？知らない。あ、雪が積もりすぎ てね、もうどうやったらガラスが割れるからこうやって囲うんだよ。冬の間だけ。ただここんちは多分もう何年も子供って感じだね。なんだこれ、井戸。どうだろう、見てこれ全部塞いであるからね。うん、なんか湿気カビすごいんだろうな。戻ろうか、うん、なんでリュック持ってきたの。また転ぶよ。なんだこれ、何の音。まさか住んでないっしょ。50年経たせていい？車どっちだっけ？うん。